ウオザは、王道十二星座の一つ、トレミーの四十八星座の一つでもある。ウオザは、王道十二星座でありながら、三等星より明るい、星がなくあまり目立たない星座である。ペガススの大四辺形のちょうど南で、ガンマ星、七番星、シータ星、イオタ星、十九番星、ラムダ星、カッパ星がいびつな輪を描いているが、 この日誌の魚の胴体をかたどるアステリズムを、英米では、サークレットと呼んでいる。また、オメガ星の7度ほど南に春分点がある。以下の構成に対して、国際天文学連合が正式に固有名を定めている。蒸気以外に知られている構成には、以下のものがある。渦巻銀河 M74 星図では、紐で結ばれた2匹の魚として描かれる。そのため、 ラテン語や英語などの名称は、複数形、アラビア語名では、ある様方案と、総数型をとっている。現代中国名でも創業座と呼ばれる。魚座は古代メソポタミア文明に由来する星座とされる。二匹の魚とそれから伸びる紐は、チグリス川とユーフラテス川を表し、紐が魚につながっているのは二本の川が合流する、ことを表している。 二匹の魚の間にあるペガススの大紙片型は、二本の、川の間にあるバビロン、または農地を表している。ギリシアでは、美の女神アプロディーテイにまつわる神話が伝えられている。ヘシオドスによると、アプロディーテイとその子エロースが、ユーフラテス川のそばを歩いていたところ、突然、怪物、テュポンが現れた。驚いた二人は妊婦に助けを求めて、川に飛び込んだ。 ある神話では2匹の魚が彼女らを背負って避難させたとし、また他の神話では女神たち自身が魚の形になって逃げたとしている。ヒュギーヌスは、ユーフラテス川に落ちた鳩の卵を助けた2匹の魚をアプロディーテイが記念して、星座とした、と伝えている。ニセエラとステネスは、シリアの女神、デルケ島が誤って万美寺近くの湖に落ちた時に、 彼女を助けた魚が天に上げられたとする神話を伝えている。この神話では、デルケ島を助けた魚は南の魚座であり、2匹の子供が魚座であるとしている。ありがとうございます。